それではお願いします。おーというようなものすごくよくできてるんです。これはあの頭はもちろん玉ねぎなんですけど、玉ねぎ頭の中でも特に上手にできてるんでびっくりしました。どうやって研究したのかなと思うぐらい、私のやっているのと同じようなやり方で頭ができていて、そして私ニューヨークにいました時にはいつも着物着て振り袖着てたんですね。写真も残ってますけど、それと同じように作ってくださったんですって。なかなかね大変だと思いますけども、着物を同じように作るのって。でもほとんど同じような着物で、ね、あの今ねお写真の方も出てきたんですけれども、この着物というものもあの本当に詳細に再現されているんですよね。そうなんです。